はい、今日は新型の CLS450 乗らせてもらってます。でまだこの車はですね、出たばっかりで、まだ巷ではですねあんまり走ってない車です。でこちらが3リッターターボのプラスハイブリッドと、まあ、いうことで、結構ねパワーの方もある感じ、多分360馬力ぐらいありますもんね。そうです、そうですよね、360馬力ぐらいの馬力を誇る車です。で基本的な内装は、まあ、現行の E クラスと同じような感じな作りになってます。でこれはオプションで、多分ブルメスターがオプションでついてるのと、あとベンチレーションですね、オプションでついてる感じですね。あでもいい音するな、するね、うん、マセラティみたいですね。うん、マセラティのギブリとかの太鼓なのかな、やっぱ外から聞いたらどうなんだろう。いやいい音してると思う。今何走ってんの、あのスポーツプラスとかいうやつ。いやちょっとまだわからないな。じゃあこれ U ターンでいいんですよね。 U ターンですね、はい、あーグイってくる。で24が合流して、そうスポーツプラスやってみる。うん、やってみて。どうこれ、そう違う、すいません、あ音が、あこれマフラーも変わるのかな。結構マフラー少し変わりますね。あやっぱ変わるんだ、はい、あすごいね、超持ってし、うん、ハイブリッド最初超静かだったから、いい音するわね、えびっくりした。力あるもんってやっぱり、あすごい、いいですね、楽しいですよねこれいいないいなって言ったって買えないけど、まだ外出たことないんですよこれで。あそうなんですか、はい、あそこの大学のとこ右曲がるんですか。そうですね、ってことはあの信号のとこか。あれこの辺も詳しいんですか。まあまあこの辺の裏道とかよく走ってましたよ昔これですよね。そうですね、あーいい音する。でハイブリッドだっけこれ、うん、すごいな。何のところ、おお周囲の安全を確認って何に反応したんだよ。これあの障害物センサーが敏感になりすぎて、はいはい、この前工場で調整してたんですけど、はい、まだちょっと治りきってないんです。そう敏感なんですよねベンツのね、はい、センサーってね。なんかああいうちょっと倒れてきた木とか、うん、あの雑草とかに反応しますか、はい、あ難しいとこですよね、はい、特にこの時期はこう雑草がね伸びきって結構反応したりねしやすいですもんね。逆にそれだけ感度がいいってことは、まあ、悪いことではないですね。そうですね、結構びっくりしますけどねこれ。バスとか通ったら反応するんじゃない。反応しますね。あ、しなかった。なんなんだろう向きとかなんかあるんですかねやっぱね。そうですかね。障害物センサー消しちゃいますか。いやいや大丈夫です大丈夫です。やっぱり見られますね周りから。いやうん、これ走ってないですもんだって。しかもこんなカメラ使ってバカみたいなおっさんが変な帽子かぶ って何やってないみたいな。俺でも恥ずかしいある意味こうね自分を捨てないとできないっていうね、そういうあれですよ。私もよく運転しながら動画撮ってたりしてるんで。え、そうなんですか。はい、あー YouTube とかアップしないんですか。 YouTube はアップの仕方よくわかんないんですよ。あそうなんですね。伸びるんですか。結構ワインディングっぽくて面白いんだよ。本当だ、うん、あちゃんとこれグイってくんもん面白いわ初めて。そうそう MG のそう E463 かな、63もそうです。 C63S はなかったっけ。 C63S はないね。 C はついてないですね。そう E と S がついてるんですよね。 S とかは昔からついてる。そうついてるんですよ。AMG とかと関係なくついてるもんなんですね、もう今の時代。そうですね。右曲がってまっすぐ行くとトンネルがいっぱいあります。はい、でもこの音いいね。音いいね。いや音いいんですよね。音いいですね、これね。びっくりしたもんね。十分ですこれで。十分ですね、はい、外から聞いてみて、うん、
白のこの色は高級感ありますよね。そうね、びっくりした。本当の白って感じだもんね。覚えちゃうんですよね。そう、これね、手入れが大変ですよね。もうすげえなんか出てきた、周囲の安全を確認。これ前の前か。あ、これ前です。すごい綺麗ですね。いいな、音いいね。油断して出れればいいなと思って出れた気がするけどね。プリウス、これグイってくるやつ面白い。うん、やっぱこうちょっとこう E クラスだとちょっとこうラグジュアリーっぽいから、ここちょっとスポーティーでいいですよね。はい、CLS のハンドリングがこれ左だよな。ちょうどっけ、結構差をつけてき、ま、来てますので。そうですよね。はい、で、まっすぐ行けばいいですもんね、ここね。そうですね。すごいね、ちゃんと標識も。燃費ってどうなんだろう。燃費どうだろうな。10ぐらいじゃない、10いかないかな、どうなんだろうな。でもハイブリッドだったから行くのかもしれないですよね、10ぐらいね。実燃費10ぐらいですかね。そうですね。難しいね、アフカスの下手くそだったあんまね、スピード出ちゃうから難しいんだよ。かっこいいな、でもこれいいよね、すごいかっこいい。魔法の力で取り替えてくんないかなあのローンそのままでなんかね、取り替えますいやこれ私も欲しいんですよ、本当ですよね、これね、欲しくなりますよね。あ、やっぱここなんだな。でライト設定と、ここ結構いい坂なんですよ。あ、これあれだ、もう本当にあれだね、あのもう透明っていうか側道の脇の方が出るやつですね。そうです、これはバネサスなんですか。これエアサスです。あ、エアサスなんですね。これ左、はい、なかなかレアですね。ここにも出たてでまだね、こんなの乗ってる人いないですからね、本当に。そうですね、外ではまだ見たことないですね、私は。そうですよね。あー、こう見えるんだ。行きたいとこだ。よいしょ。すごいいいね、びっくりした。これ上げますか、車高。あ、上がるときは多分大丈夫です。ちょっとこっちに飛びましょうかね。かっこいいな、これ。これでもすごいよな。これね、走り方。ほら、温度上げると赤くなる。あー、そうね。下げるとこう青くなるっていう。マルチカラー。はい。ってやるとほら。こう、ここの色と、ああ、本当だ、知っちゃう。そんな細かくできるの。そうそう、いいね。すごいな、うん、これ明るいよな、 C クラスとかよりね。 E クラスの方が明るいです。明るいですよね、はい。いや、シートが白いからっていうのはあるかもしれないけど。すいません、じゃあ今日はありがとうございました。いえ、とんでもないです、こちらこそ。楽しかったです。